こんにちは、松田修造です。もう暑いわ、ほんまに。盆休みの毎日何してんねん俺も。ほんまもう、しかもこれもうちょっと飽きてきたんちゃいますかね。ほんまね、暑い、暑いんですけどね。今日はですね、今度は関空からですね、クアランプール、マレーシアですね、方にね、11月にエアアジアっていう格安航空会社がね、就航するらしいんです。前、ちょっと前に私、ピーチエア、全日空さんがね、出した格安航空会社、ローコストキャリアでしたかね、LCC って言ってね、これから格安航空会社がどんどん出てくると思いますけど、マレーシア航空と全日空さんが、共同でした、航空会社で、エアアジアっていうのがね、関空、初めて関空に来ます、関空クアランプール、なんとですね、これキャンペーンの間はですね、確か、3931関空関西3931円でキャンペーンの間飛ばしてですね、それがまあ普段は1万7000円から、まあ、7万ぐらいで、すごいですよね。韓国かマレーシア行ってるんですよ。マレーシア行って、もうマレーシアかいろんなところに今飛行機飛んでます。ダブ空港ですからね。まあそういうものはこれからもう格安航空会社 LCC、 皆さんこれ覚えておいてください。これからどんどん日本も出てくると思いますんでね。今日の松尾修造これ知ってますわ。11月就航エアアジア、LCC、ローカル、ローコストキャリア、ローコストキャリアですね。の LCC という航空会社の11月に関空マレーシアに就航します。以上でした。もう最後はカミカミでもう分かってない、ごめんなさい。まあ休みやしええよね。